何ですか？どういうことですか？ブルックか。どうしたお前、なんでここに。お、ゾロさん、何ですかその目玉が飛び出るような姿は。って私骸骨だから目はないんですけど。お取り込み中のところすいませんでした。おい、誤解するな。入ってこい。え、あ、そうですね。でしたら遠慮なく。あがれ。はいや。でもこれ以上炊いてないでやんす。お漬物もそれが最後。そっか、おかわりは冗談だ。嘘が下手。ベポ、ベポ、お前ルーム。スキャン。やっぱりやりやがったな。ごめん、我慢できなくて、つい。俺死ぬのかな、キャプテン。死ぬか、せいぜい下痢だ。だから川の魚は食うなと言ったんだ。ったく、こんな時に。すみません。かわいこぶるな。まったく、どいつもこいつも。ところでお前の刀、どこで手に入れた？名刀でござるござるだろ。いや、本当に名刀の気配がする。ちょっと俺に見せろ。おお。やだ。おい、ちょっと貸してみろって。嫌でござる。いいから見せろ。だから嫌でござる。なんでだよ。嫌でござる。おい、こら。刀は侍の魂でござる。刀をはべらせるなんて、ゾロさん羨ましい。俺はただ寝てただけだ。それを。ごめんなさい、あまりにも寒そうだったものですから。でも私の添い寝は皆さん必ず鼻の下を伸ばされてます。嬉しかったですか？いえ、嬉しかったでしょう。すがすがしいな、てめえ。はい。しかし、もうやだ。幸せパンチ。え、おそばマスク。ナミさん、あ、サンジ、なぜここにいるの？そうだ、お名前は。俺はゾロ十郎、浪人だ。俺はモンキーディール。こいつは、ルフィ太郎。え、あいつ、そう。ルフィ太郎だ。ござる。海外の人だろ。よく入国できたね。なんでバレたんだ。言葉が変だよ。え、大丈夫、誰にも言いやしないよ。のルフィ、ワノ国につい。ああ、
まあ、ルフィ、ワノ国。はあ。ル。はあ。なん、あん。うわ。引こう。何読んでんだ？聞く。ああ、ルフィタローって侍がカイドウ様と。よっ。ちょっと見せろ。何やってんだルフィ。助けていただきありがとうございます。キュー。ああ、気にすんな。拙者はこいつらの酒が欲しかっただけだ。でござる。ですが、何かお礼を。じゃあ、酒。それはありません。あの男はどこへ行った？秋水を取られたままだ。いけません。そんな怪我で外へ出るなんて。いけ。そっちの肩を怪我してんだよ、バカ。あ、ごめんなさい。じゃあね。およしになって。傷はまだ癒えていません。いてててて、いて。だからそこを怪我してんだ、わかる。すいません。ねえ、みんな一緒か？ああ、はぐれたけど、まあ無事だろう。何してるんだ？嬉しくて嬉しくて。二人とも冷静になるんだ。頭を冷やす必要があるのはあんたの方でしょ。だがバオ、だがバオを疑ってはいけない。あんたが一番信用できないのよ。幸せパンチ。え、何この人、昨日のおそばマスク。ナミさん、あ、ナミさんの豊かに流れる大河のような。サンジ、なぜここにいるの？何あの格好、嘘でしょ。俺も何も見てねえし。どう殴られたらそうなるんだ、人の顔は。ドビジョー、なんて興味やか。恐れ入りますが、パンツ見せてもらってもよろしいですか？お化け！待て！やつなら大丈夫だ。お腹が空いて死ぬ。お前海賊だろ。侍の魂宿していいのかよ。どうせ刀なんて使えねえんだから、こっちよこせ。いやいやいや、切るでござるぞ。ゾロ十郎、背中は任せたでござる。おお、いいか、こいつら片付けたらその魂見せてみろよ。やれ。
ジャンバラでござる。さやなぎんな。ガムガムのピストル。ピストルじゃねえか。起こさねえとあれほど誓ったよな。悪かったな。そもそもなぜこの国にいる。お前は花の都の浪人担当だろうが。お知り合い大丈夫ですか。大丈夫じゃねえ。すみません。仕方ねえだろ、ルフィに会っちまったんだから。麦わらや、またあいつ。ルフィがあのガキを助けるどさくさで味方につけたらしい。勝手な真似しやがって。